こんにちは、デリッシュキッチンです。ひき肉とネギのあえそばを作ります。そば一玉はお湯を沸かした鍋に入れ、袋の表示時間通りに茹でて取り出し、水で洗い締めておきましょう。ネギ1/2本は1センチ幅に切ります。フライパンにサラダ油大さじ1/2を入れて熱し、豚ひき肉 50g を入れ、色が変わるまで弱めの中火で炒めます。ネギを加えて焼き色がつくまで 3-4 分ほど炒め、酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖小さじ1、醤油大さじ1と1/2、水 50cc を加えて混ぜて 1-2 分煮ます。器に盛ったそばにかけ、温泉卵をのせて、ごま油を回しかけたら完成です。ぜひお試しください。